皆さん、こんにちは。今日は2023年8月5日土曜日です。今日のテーマは、中国のピキの洪水ですね。あれは天災ではありません。人材ですとみんな言っています。そして現在、東北地域、満州地域と言ってもいいでしょうか。ハルビンですね。ものすごい周辺ですね。洪水の被害も大きいんですよ。 また、台湾のスパイ、そして、アメリカにいる中国のスパイ、アメリカ軍ですね。米軍にいる中国のスパイについても話をしたいと思います。少しずつ話をします。一つ、タクシューシーですね。この地域ですが、北京の政府、中央政府ですね。北京と春安新区、この二つの地域を守るために、 タクシューシーの堤防を破壊しました。これで数個の村はですね、消えました。タクシューシの次ですね、東北地域、今、ハルビの被害も実にすごいんですよ。タクシューシの印刷工場、ここにあります。8月1日ですね、これは3階建ての工場なんです。1階は機械設備、印刷ですね。2階と3階は倉庫です。 8月1日、水が溢れていました。当時ですね。しばらくして落ち着いたんですよ。これで安心だよねと思ったらしいんですね。しかし、8月2日から急にですね、水が一気に増えました。この間、雨はなかったんです。暴風雨とかですね、なかったんですよ。2階にはですね、400万冊の本、子供向けの漫画とかですね、週刊待ちでした。全部終わりです。 3階にも本がいっぱいありますが、水が引かなければ、湿気で3階まで本ですね、被害を受けてしまいます。湿気で本をですね、開けることができなくなってしまうんですよと、やはり紙と紙ですね、くっつきます。この工場はですね、印刷して、全国向けオンラインでそういう本ですね、図書とか販売していました。こちらはですね、タクし の市内ですね。にある、えー、状況ですが、水はですね、少しずつ引き始めました。あの、なくなったんですね。こちらはパソコンの修理、まだ販売のお店です。被害の金額はわかりませんと、お店、また倉庫ですね、たくさん浸水しました。このような街ですね、となってしまって、復活、あるいは回復はいつでしょうか そういうふうに言っています。これはですね、ノートパソコンですが、ここまで浸水したらもうダメでしようというふうに思います。たくさんの設備ですね、ありますので。こちらはですね、家に帰るとショックです。全く進めませんと。地面はですね、もうデコボコです。そういうふうに言っています。どういうふうにリフォーム、修理するでしょうかわかりません。そういうのが今の現状です。こちらはですね、 タクシュー市の町ですね。これで見ると、やはり水はですね、すごい高い地までいたんですよ。これはもう電柱ですね、天井まで見えると思いますが、6メーター、7メーターぐらいはあったと言っています。これはですね、ビル、マンションから撮った写真ですが、これはですね、生まれて40年間です。約40歳ですね、この方は。100年以下の大雨、500年以下の洪水、 1000年以下の台風、5000年以下の暴風雨ですね。何回も何回も遭遇しました。私はその運ですね。悪いでしょうか生まれて40年間の間、たくさんのですね、1000年以下や500年以下の被害ですね。たくさんありました。おかしいでしょうと。そしてこの状況を見てですね、これから今後皆ですね、3回以下の物件買ってはいけませんよと。 やはり3回までですね、浸水できるということですね。当然ですが、自動車の損失はいっぱいです。どう見てもですね。でも、マンション自体がこれからは大丈夫でしょうかマンションの配電設備、駐車場にあるですね、充電設備、やはり電気自動車多いので、充電設備ですね、すべて地下に、そういう駐車場に配置されています。いつ復興できるのかこれはですね、大変です。 まだ、これがですね、農村部です。これがこの状況ですね。農村部ですと、この村はですね、約半分ぐらい消えました。なぜならですね、土砂崩れが発生しました。土砂崩れ発生して、それからですね、あの、慣れてきてですね、瓦礫もそうですが、石もそうですが、木もそうですし、タコさんの家はですね、埋められました。これが今の現状ですね。 あの多くの方はですね、行方不明です。なので、現在ですね、そういう行方不明の方とか数ですね、あるいは犠牲者の数ですね、全部嘘です。またかかると思います。これがですね、北京です。北京は普通はこれです。今回コーデとなって、この状況です。ピ、まあ、北ンもですね、実に被害がすごいんですよ。北京の天安門広場。 死金状もですね、同じです。やはり何回も何回も修繕工事していて、修繕工事するたびに下水ですね、どんどん、あの、細くなっていく、あるいは下水の流れがですね、悪くなっているらしいんですよ。この状況で、中国の水力、長官ですね、中国政府が発表しました。北京、春安、深空の安全を守ることができました。 春安新アシンクの被害者は一人もいません。タクシュー市の市民は英雄です。歴史に残るよ。素晴らしい行動をして、首都、東北首都である春安新アシンクのことを守ることができました。自分を犠牲する、そういった簡単な心、全国民に見せることができました。全国民は、みんなですね、タクシュー市の市民のことを尊敬し、 見習うことですそういういうに発表しましまたこの発言はですね、私はちょっと武漢のことを思い出しました。当時ですね、中国政府は武漢のことをですね、みんな英雄ですよと言ったんですよ。素晴らしいですよと、世界の英雄ですと言いました。武漢はたくさん被害あったからこそですね、我々はやはり対応できました。これでコロナの開発もですね、ワクチンの開発もできましたし。 そういうふうに言ったんですよ。本来はですね、部下の被害はものすごかったんですよ、実は。みんなすごかったんですね。大変ショックを受けましたし、隔離とかですね、ありましたし、みんなショックを受けました。心がやはり不満ですね。しかし、こういうふうに逆に褒められたら困りますね。これが中国政府の作戦ではあります。以前の動画で何回か話をしましたが、中国のロケットですね、 発射して、あの残骸ですね、絶対落ちてくるんですよ。まれにですね、あの村とかですね、農村部の家にとかですね、天井にとかですね、落ちてくるんですよ。これで被害はですね、どうしても起きてしまいます。この状況で、中国の中央テレビ、メディアですね、あるいは現地の地方政府もですね、そこにいてあの訪問します。あってですね、まずはおめでとうございますと言います。我々の 英雄ですよ、あなたは。あなたの家はですね、珍しく破壊されました。我々の衛生にですよ。これはすごいでしょ。おめでとうございます。そしてあなたは英雄だよと言って、それからお金、ちょっと渡してですね、賞状、そういう記念ですね、賞状を渡して、おめでとうございますと言って、みんな拍手して終わります。やはり被害者はですね、反論は難しいですね、批判も厳しいですね。 こういうような気持ちですね。中国政府の作戦ですね。現在ですね、タクシウ氏、少しの地域だけは水はなくなったんです。でも、電気はなかったり、水もないんです。これでタクさんの市民はですね、やはり物資が欲しいんですね。これが今の現状です。少しずつですね、物資の供給ですね、ありますので、これは政府ではありません。民間人ですね。 親んの方がですね、なんとか物を買って送るんですよ。しかし、現地にいたら、みんなですね、やはり水がずっと足りなくて、やはりたくさんですね、一人何本もですね、持っていかれるっていう現象もあります。やはり中部では、まあ、競争ですね、ありますので、みんなで生存、共同、協力するっていう姿勢はないのが現状ですね。また、ピキーのファン・さン・クですね、ボウ・サン・ク。 外出はできません。水はまだ引いていない状況です。マンションの2階まで浸水しました。宅ク市の場合は3階まで浸水しました。当然ですが、地下もですね、いっぱいです。こちらはですね、宅ク市の工事現場ですね。おかしいんですよ、本来は。多くの労働者はですね、ここで待っていました。足場に立って避難していたんですよ。 2日間もですね、ここで待っていたんですよ、ここで。この状況で。おかしいんですね。当日まで工事をしていたんですよ。洪水が来るのに、まあ、大雨もですね、少し降ったんですが、でも、この状況ですね、やはり避難はなかったでしょうかと思います。現地の方いわくですね、この足場は6メーターまで作ったんですよ。深さはですね、多分5メーターでしょう。 というふうに言っています。なので、実はですね、結構深い水位ですね、行きました。そして、当日はですね、そういう警告はなかったです、というふうに言っていました。ずっとここで工事をしていた,いたわけですから。そして、中国の官僚はですね、首都と北京の安全が大事ですよ、と、まあ、春安新区の安全が大事ですよ、と言って、また北京の空港の安全も大事ですよ、と言って、しかし、 国民の安全は大事だよとは絶対言わないですね。習近平はいつもいいですが、国民の利益は優先。国民の命は大事。我々はコロナ対策は最高と言ったんですが、あれは全部もそうですよ。こちらはですね、牛を飼育する工場をですね、経営する方なんですよ。牛はですね、たくさん水に流されましたね。まあ当然ですが、工場自体が潰されましたね。 そして最後ですね、数頭だけ助かりました。100頭以上は消えたんですよ。お母さんはすごい泣いたんですね。自分の工場ですから、政府の工場でしたら、ここまで泣かないでしょうし、やはり自分はですね、そういう問題ではありますので、タコさんの方はやはり被害をですね、受けています。商売にしても、お店にしても、一般家にしてもですね、みんな同じです。タコさんの被害は受けています。 ここで国はですね、どこまで補助するでしょうか国はやはり認めましたし、防、まあという堤防ですね、破壊しましたから、我々はこういうふうになったんですよね。どこまで補助するでしょうかこれはですね、わかりません。中国政府は何も言わないんですよ。まあ基本ですが、多分ですね、褒めて終わるではないかというふうに思います。そしてこちらはですね、北京の列車。 でで止めたんですよね。やはり前に進むことはできないし、後ろに帰ることもできないですね。鉄道は破壊されました。これで2日間ですね、列車で待機していました。暑いんですね。なので、列車から降りたりとかもありましたが、最後ですね、飲み物もないし、食べ物も当然ないんですね。これで900名以上の乗客がですね、10時間かけて歩いていました。トンネルの中にですね、 コータリーとかしましたしまたそして最一番近い駅まで到着しました。これで何とかは自由にはなりました。しかし最後ですね、救助隊は現れることはなかったんです。やはり動いてよかったという意味ではありますが、これが今の状況ですね。中国政府にしても鉄道局、鉄道局もですね、国営企業ですから、中国政府はですね、 何も動かないという意味です。そして、被害者の批判ですね、ネットではものすごいんですよ。中国のメディアは説明しました。我々当時、避難警告を出しました。多くの方は避難しなかったんです。自分の財産が大事、お金が大事だからです。自分の命をですね、大事にしないから、これは自己責任ですよ、というふうに言いました。 しかしですね、中国ではいつもですが、避難計画はですね、仮にあったとしても基本はないんですよ。あったとしても、どこまで避難していいのか、絶対に言わないんですよ。つまり、避難先はですね、ないんですよ。簡単に言えば、どこにいても生活はできません。これが中国の農村部の状況ですね。どこにいても同じなんですよ。 やはり自分の家は大事です。財産も大事ではありますが、でも農村部ですので、そこまで財産もないんですよね。こちらはですね、門島港です。拓州市です。春シ新クですね。北京はここです。そして北京の新しい空港はここです。昨日の動画で話をしましたが、拓州市にある堤防ですね、潰して、実はですね、春シ新クを守るためでもあるんですよ、実は。 これは中央政府が言いましたが、春安新空にはですね、二つの県があるんですよ。この二つの県のほぼ真ん中にあるのがですね、白陽天っていう大きな湖があります。白、河北省にあるですね、結構大きな湖となりますが、本来であれば、大雨降ってきます。水はですね、門東港から タ州市まで流れます。タ州市から白楊天まで流されます。これが今までの歴史ではあります。ただし今回は大雨ではありましたし、白楊天まで流れてしまうと危険ですね。この未来の都市である春安新空ですね。終わってしまいます。この白楊天ですね。もともと湖となっていますので、ここですね。白楊天。 の位置はとても低くて、周辺からですね、10本以上の川ですね、小さい川ですが、水ですね、どんどんなくれています。つまり、この地域はですね、実に都市を作るというのはあまり適切ではないんですよ。歴史上ですね、白葉天という大きな水ですから、周辺の村ですね、周辺の地域を守るために、洪水、あるいは大雨ですね、の受け皿でした。 しかし、習近平はですね、ここが、やはり、占い師に言われて、文化良くなるって言われたらしいんですよ。ここで、未来の都市ですね、春安新区、新しい都市を作りました。そして、当時ですね、地下の都市、地上の都市、空中の都市も作りますよと言いました。地下というのは地下行ですね。2021年、 低州の洪水の被害もですね、たくさんありました。一番大変だったのは、低州の地下鉄ですね。トンネルもそうでしたし。つまり、中国ではですね、大雨降ったり、あるいは何かですね、そういう水ですね、たこさん一気に降るとですね、洪水になってしまう傾向があるんですよ、実は。まあ、当然ですが、一番大変なのは地下ですね。まあ皆さんにですね、ご存知の方はいらっしゃると思いますが、 中古のマンションですらですね、水、下水がですね、流れないのに、地下の水は流れるわけがないんですよね。例えば中古の公衆トイレにしても、中古のホテルにしてもですね、マンションにしても、トイレットペーパーはですね、基本は流すことができません。流してもいいんですが、詰まりますので、困ります。これが中古のルールですね。なので、トイレの横にはですね、絶対 ゴミ箱を置いてあります。不いで、そこに捨ててねっていうことですね。これは常識です。中国の常識です。中国の天気予報ですね、当然予測します。の前に、実はですね、日本の天気予報は先に報道しました。今回の台風はすごいよとか、そういう予測あったんですよ。しかし中国はですね、全く対応しませんでした。実現に対応するのはですね、湖。 あるいはダムですね、の水を放水しましょう。水位を下げて受けたらにしましょうねという行為はすると思います。でも中国はですね、絶対にしません。北京市政府はですね、言いました。水が完全になくなるまで1ヶ月以上かかります。これが北京市ですね。そしてダムの水はもういっぱいです。8月の8日、5日ですね、時間は決めませんが放水するよというふうに言いました。 これがですね、ハルビンですね。ハルビンはですね、実は今は大変です。これが今の状況ですね。そして現地ではですね、電波の信号ですね、電波がとても弱くて、通信あまり良くないんですよ。これがハルビンの政府の作戦ではないかというふうに思いますが、中断あたりとかですね、するので、発信はできないようにしているではないかというふうに言われています。この状況で、 北京の赤十字ですね。発表しました。社会から寄付、募金ですね。お願いします。というふうに発表しました。今回ですね、実は本当に、あの、寂しいんですよ。中国政府にしても、中国の国民にしてもですね。外国、 とは言いませんが、あの、香港にしても、マッカオにしても、台湾からですね、そういうお見舞いのメッセージはですね、長い,いんですよ。一切ないんですよ。当然ですが、あの、日本からもないですし、これはち己ち度来と思います。これでいいと思いますが、あの、ニュージーランドとかですね、オーストラリア、アメリカとかですね、一切ないんですよね。ただし、台湾の副大統領、と大統領ですね、 一応個人の SNS で個人としてお見舞いのメッセージっていうかですね、あの、送りました。あの、でもこれは台湾のあの、大統領官邸とかですね、外務省とかですね、ではありません。あくまで個人としてそういうのがあったんです。軽くですね、ありました。でも本当に寂しいんですよ。これがですね、例えば中国の四川省の大地震あったんです。 また、数年前ですね、地震があったり、洪水あたりですね、あるいは貯金でしたら、3年前でしょうか、コロナのこともあったんですね。当時ですね、あの、結構外国からそういう寄付はあったんですよ。一番、あの、記憶に残っているのはですね、日本からの寄付でしたね。日本の議員さんはですね、給料から、えーまあ、寄付ですね、されましたし、 そして日本からそういう当時ですね、マスクとかですね、そういう保護服とかですね、そういう医療物資とかですね、寄付されましたし、そしてこういう状況となればですね、だいたい水とかですね、食べ物、缶詰とかですね、送るんですよ。送ってくれました。日本もですね、あの台湾もです、香港もです。みんなですね、そういう温かい気持ちですね、あったんですよ。昔はですね。でも今は全くないですね。 そして中国の国内でもですね、ないんです。これは本当に、これは中国の経済に関係あるかもしれませんが、でもないんです。みんな思っているのはですね、北京に寄付するのかそれは嫌です。北京には寄付しな,しないですね。十分政府に守られているからです。そういうふうに言います。これが今の状況ではありますが。 ちょっと寂しいではありますが、でもこれは中国政府の外交の環境ですね。そして中国は確実に世界に嫌われていると思います。また現在ですね、例えば日本の政治家はですね、寄付しましょうかとなればですね、発言すれば多分ものすごい批判を受けると思います。この状況でみんな黙っているんですよね。それはですね、やはり国民の民意にも関係あるでしょうかと思います。 一番大変なのはですね、大変ではないですがあの、不思議というか、みんな納得、理解できないのがですね、香港ですね。香港も今までタコさん寄付とかですね、募金とかですね、ありましたが、でも香港はこの数年間ですね、やはり被害を受けていますので、中国政府のこと大嫌いですね。これで寄付とか一切はないんですね。当然ですが、中国ではですね、募金しますので、中国の場合はですね、 あの、天引きとか多いんですよ。会社によってですね、やはり政府から任務ありますので、給料から天引きしろと言われます。これがありますね。またこれについて、あの、情報がありましたら話をしたいと思います。次です。2、アメリカの海軍ですね、2人現役なんですよ。中国の、中国にですね、米軍の軍事情報を提供して逮捕されました。アメリカ政府はですね、これについて、 簡単に説明しました。現役の海軍ですね、2人。中国のスパイだよね、と言われて提訴されました。容疑者は1人。チョウさんですね。26歳です。この2人はですね、あの知り合いではありません。完全に別々の案件です。26歳です。カリフォルニア州にあるアメリカの海軍基地に服役しました。2021年。 中国からお金を受け取ったんです。合計1.5万アメリカドルですね。2021年8月、インド太平洋で軍事演習の計画、米軍ですね、の詳細を中国に提供しました。また、日本の沖縄基地にある米軍のレーダーシステムの位置、情報を提供しました。また、カリフォルニア州海軍基地の地図、 安全保障の体制について情報を提供しました。これは結構大変ですね。安全保障体制ですね。例えば、米軍はどのくらいの人ですね、夜は寝ないのか、安全を守るのかですね、そういう情報も提供するんですよ。これはクズですね。と私は思いますね。そしてもう一人ですね。海軍です。この方はですね、ウィーさんです。アメリカの軍艦に乗っている現役の海軍なんです。 SX という教習揚陸艦に服役していました。そして彼は機械設備のエンジニアですね。2022年2月ですね、彼は中央政府にこの軍艦の位置情報、行き先の計画、内部の構造、介護の生活状況について、とても大事な情報なんですよ、実は。そういった情報ですね、提供しました。 また、教習、揚陸艦の操縦、マニュアルも提供しました。この容疑者はですね、V さんですが、中国から数千ドル、数千ドルですよ、受け取っていました。そういうふうに発表されています。これは本当にダメですよね。あの、文化だけではないですし、特に潜水艦ですね、潜水艦の食料、 保存する倉庫とか、冷蔵庫とかですね、厨房とかですね、そういうものはですね、あの、見せてはいけないんですよ。やはり、どのくらい重って出てこなくてもいいのか、どのくらいの人間ですね、乗れ、乗るのかですね、全部推測できます。ある程度はですね、なので、こういった情報はですね、絶対に見せてはいけないんです。軍艦も同じなんですよ。でも、このクズはですね、全部こういった情報を提供しました。 アメリカの司法庁ですね、発表しました。厳しく対応する要罪判決となれば、蝶さんは最高20年間の懲役です。ウィさんは最高で無期懲役ですよと言いました。またアメリカの情報機構はこれについてまた違う情報を発表しました。現在、中国政府は全力を出して、米軍の情報を収集しています。 米軍の中にも、えー、中国政府に応戦されているし、浸透されています。現役の米軍の中に、元中国籍の方は2万人以上です。アメリカの国籍の方は統計しないということですね。米軍はですね、の中には1.5%、えー、を占めています。原因はですね、多くの中国の若い子はですね、アメリカ軍に参加してグリーンカードですね、 あの、簡単に取れるんですよ。そういうルートあるんですよ。なので、みんな積極的にあの参加します。これが今の現状ではありますが。ただしですね、あの、これから台湾の話をしますけれども、皆さんは、あの、ちょっと話をします。次です。台湾の陸軍ですね、のシャさん。彼はですね、中高と言いますが、日本語で言えば中佐ですね。東園、桃園にある 台湾の陸軍空挺兵特殊部隊があるんですよ。この部隊はですね、エース部隊です。台湾の南側ですね、の安全を守る特殊部隊ですね。この部隊の長官ですね、中佐ですが、中国政府に軍事情報を提供しました。またこの長官はですね、部下何名かいるんですよ。自分の仲間ですね。他の軍事基地にいるので、情報ですね、そこの情報をまた収集してもらって、 彼はですね、まとめて中国政府の代理人に提供しています。先月ですね、台湾軍は7人ですね、中国政府の代理人という容器で逮捕されました。先月ですね、今月はまたいるということですね。また、謝さんはですね、中国政府の代理人と契約があるんですよ。台湾は統一されたら、 自分と家族ですね、全員、中国へ移住は可能です。また、戦争となったら、中国への渡航も可能ですよ、と。シャーさんはですね、中国政府の仲介人と連絡を取っていました。予定としては、2025年、台湾統一について、何回かですね、そういう仲介人から何回か言ってくれました、と。今回ですね、台湾とアメリカ、台湾にはですね、あの、観光演習があったんですね。 韓国演習というのは予定ですね。中国軍から進行されてどういうふうに対応するのか、そういう演習ですね、あったんですよ。当然ですが、米軍はし、えー、ています。そこで指導すると思います。この長官はですね、演習の詳細情報を中国に提供しました。これがですね、問題ですね。台湾は内部ですね。やはり中国の仲間は多すぎるんですよ。 こういう人はですね、今回はいくらっていう表現ですね、なかったんですが、大体ですね、日本円でいれば、あの、十数万円ですね、数十,十万円ではないんですよ。十数万円、数万円とかですね、っていう金額なんですよ。中国政府からもらえます。そして彼はもらって、また自分の部下に配りますので、大体数万円ではないかと。 いいう,うに言います。ただし、これは、一回ではなくて、何回も何回もの話ですが、まとめたら、どのくらいの金額は分かりません。ただし、アメリカ、米軍がですね、まあ、中国人の米軍ですが、中国政府に米軍の情報を提供したら、1. 点数万ドルですね。えー、そういうふうになって言いますが2万円、200万円もいかないと思いますが、まあ、この金額はですね、まあ、当然ですね、私にすればとてもすごい大金ですね。ただし、 こういう情報を提供して、これぐらいのお金しかもらっていないんですよ。これはですね、やはり、あの、分かってほしいというふうに思いますが、どういうふうに表現してすればいいのか難しいんですが、すごい大金でもないんですね。あの、ものすごい大事な情報、情報を提供したのに、これで一生安定、一生働かなくてもいいよねっていう金額ではないんですね。なのに、こういうふうにするんですよ。そして、対象としては、もし見つかったら、 無期懲役とかですね、20年間の懲役とかですね、やはりもう罪人ですねあの、となりますので、これは非常に良くないですよね。対象が大きいんですよ。でも、もらう金額は数千ドルですよあの。という話ですね。おかしいではないかというふうに思いますが、なので、台湾もそうですし、米軍にいる中国軍もそうですが、これはですね、狙っているのはですね、実は未来なんですよ。未来。もしですね、 中国軍は成功しました。あるいは中国政府に認められました。あるいは台湾はですね、進行して成功しました。こういう人はですね、昇進します。例えば、市長とか、えー、省庁とかですね、軍の高級ポジションになることができますよっていう意味なんですよ。これがですね、見込んでこういうことをやっています。 これお金の話ではないんですね。あくまでも未来という意味ですね。これがまあ中国政府の作戦だというふうに言えるでしょうかというふうに思いますが、以前の動画で結構中国の政府のスパイ活動についてですね、話をしましたが、例えば、専人計画ですね、外国のそういうエリートですね、集めて研究成果をですね、 提供してもらうとかですね。そういう話もあるんですが、やはり未来をですね、夢を与えている作戦ではあるというふうに思います。またですね、あの、情報ありましたら、引き続きですね、情報を収集して提供したいと思います。この動画はここまでにしようと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。